ちょっと前にね、NHK スペシャル見てたら、宮崎駿さんの特集やっておりまして。ちょろっと見たよ。あれ、見ました？うん、ちょろっと。引退したということになってたんですよ。宮崎先生。はい、風立ちぬでもう引退するって言ったんですけど、実はこの2年かけてちょっとずつ新作を作ってたっていう、この。やってたんだ。これが嬉しいし、しかも、作ってたのは短編映画を作ってたんですよ。12分の短編映画。ジブリ美術館だけでやると。それと同時にさらに長編映画の企画を書いてるシーンが映ってまして。やるんじゃねえかと。いつか何年先になるかわからないけれども。これは楽しみだなっていうことで、もうワクワクしながら見ちゃいましたよ。どこかでやっぱさ、君の名はを意識とかされる方なの？俺は全然ちょっと存じ上げないからわかんないんだけど。でも多分ちょっとあるんじゃないですか。もう70超えてらっしゃるから、こっから新作作るとなるともう80とかなっちゃうかもしれないんですけど、なんかその闘志みたいなのはもう未だ燃えてて。で、今回はその12分のやつはそのフル CG でいくと。今まで CG 嫌ってたんですよ、宮崎さん。だけど若手の人たちバッて集めて CG やるってなったらもう喧嘩みたいになってて、いやこれ違えんだお前、この表現はもうちょっとこうだろみたいなので結構熱くなってたりするから、これ長編あんじゃねえかなって僕はもう本当楽しみにしておりますよ。見よう。見てください、本当に。こっちはちょっとジブリあんま見ないじゃないですか。俺千と千尋の神隠しと、あとアリエッティの最初20分までのみです。ちょっと待って、どういう、怖い怖い。最初20分でやめれるって何？寝ちゃった。寝ちゃう？ハードディスクに録画して、音だけ？で、落として見ようって思ったんだけど、2回見て2回とも同じとこで寝ちゃって。そんな効果ないよ、あの映画。そのまま残量なくなったんで消去。うわ、嘘でしょ？すいません。勘弁して。みんななんかその猫バスとかでキャッキャしてるのを見て、何が面白いのかわかんない。ダメだダメだ。言っちゃダメだ。そんなこと簡単に言っちゃダメだ。生徒敵に回すんだ。楽しみにしてる。みんな大好き。みんな大好きなんだ。これから見てくんだよ、俺。ま、でもそういう圧かけちゃうと逆に見にくくなっちゃうから、自然に楽しんでほしいね。難しいね。それを言われた上で自然難しいな。難易度高えな。楽しみにしよう。さあ、黒板読ませていただきます。おめでとう。めでたいことはこれもう何回でも言っていいでしょ。はい。改めて、昨日もちょっとね、話させてもらったんだけども、先週の金曜日。はい。我がスクールオブロックの初代校長先生であられる、山重元校長が、なんと女優の吉井玲先生との結婚を発表されました。めでたい。おめでとうございます。本当におめでたいね、これはね。めでたい、これは。俺も、個人的に玲先生とも、山重仙台校長ともお会いさせてもらったことあって、そうなんですね。めちゃめちゃもう仲いいし、ずっと昔からもう知り合いなんじゃないかっていうぐらい、お互いのなんかいいとこ悪いとこも全てこう分かってるような、いいですね。人に出会えたことがさ、本当にめでたいことで、素晴らしい。よかったなって思ってさ、仙台の校長がこうやって。いいですね。また女優さんってのがまた、いいですね。女優さんよ。言ってもだって山重校長よ。とっつぁん坊やよ。そんな僕そこまで今年だって42歳とかだけど、ただの予備校生にしか見えないんだから。奇跡の40代。写真見てもあれがよ、女優捕まえるか。いや捕まえるってめでたいけどさ、びっくりだぜ本当に俺は。愛媛県17歳男の子、ラジオネームまんじ野郎。まんじ野郎。山重校長おめでとう。遠山校長、はい、ファイトです。応援してくれてるよね、やっぱね。金髪の彼女楽しみにしてますと。そうだね、ニューヨークのパツキンのね、海底のね。大阪府15歳女の子、ラジオネーム ARAPOO13104 13104 急上昇ワードが吉井玲ってあったからなんやろなと思ったら、山重校長ご結婚おめでとうございます。めでたいね。しかし遠山校長また取り残されましたね。俺んとこ来んのか。気分はいかがでしょう。いや気分はね、まあめでたいのはめでたいなと思うからこれはね、いいんじゃ。埼玉県14歳女の子、ラジオネーム築3分徒歩5年。築3分徒歩5年。知らない間に山重教頭校長だね、こっち結婚してたの？校長いよいよピンチっす。いやじゃ追い詰めんなよだから俺を。めでたいでいいじゃん。山重校長。東京都13歳女の子、ラジオネームデジル。おデジル、はい。山重仙台校長、吉井玲さんと結婚なさったんですね。めでたい。おめでたい。校長頑張る。すげえお礼なんだよな。すげえ来ますね。お礼をやっぱ触れるよね、やっぱみんなね。まあ言ってもね、校長の結婚が初ですからね。そうだね。今芦沢教頭でしょ。で2代目教頭の吉沢教頭も結婚されてるから、だからスクロボロックの校長教頭の中でも3人目。いやー嬉しい。これめでたくてしょうがないですよ。ほんとそうね。あれいやめでたいよ。え、めっちゃもっと喜んでください。あれなんですかなんだ息しか聞こえなくなっちゃった。なんだなんだあれ寂しい。あれあれあれ聞こえたちっちゃいけどはっきり聞こえた何かが。人恋しい。あれあれちょっと待ってください。肌が寒い。あれ寂しい。ちょっと待ってください。あれ校長先生ちなみに、何年くらい彼女いないんでしたっけ？最後別れたのが2012年の10月の渋谷のもやぞ前だから、4年1ヶ月0日かな。怖え怖え。正確すぎて怖えよ。ちょうど10月の15日に多分別れ話して、まあ、ちゃんと正確に言うとそっから1ヶ月猶予期間持とうぜっつって。考え変わるかもしんねえからみたいな。言わなくていいですよ。変わらずだから、4年1ヶ月と0日かな、これはね。猶予期間って何ですかちなみに。だから話し合って、もう一回ちょっと、もしも、おこりん、あ、ごめんね。おこりんって言ってたんだけど、ちょっと、もう一回さ、なんか、やっぱ、富山と一緒にいたいなとかって思うかもしれないから。気持ちが変わるかもしれないと。1ヶ月ちょっと猶予を持とうぜ、つって。で、1ヶ月後にもう一回、ちゃんとどうするかってこと話し合おう。って言ったわけ。はいはいはい。それがだから、だから11月、ちょうど4年2ヶ月前だな、これな。すげえな、おい。あれなんだこの変な奇跡。4年2ヶ月、0日だね。だから、要はね、彼女いないとなると。更新情報大丈夫ですから。ちょっと待ってね。なんだろう。この感情はなんだろう。よし、生徒。だだ漏れているな。生徒、とにかくたくさん集まってこい。やだな。そして校長の周りに来るんだ。とても寒い。温めをとにかく。やだ。ちょっとさすったりしよう。ブルブルする。あれ寂しい。スカイハイ先生もなんか温めに来てくれてるんじゃないか。なんでだ？新曲解禁だから来てくれてるぞ、これ。それ校長、シャキッとしてください。お願いしますよ。起立！はい。待ってー。いや、しっかりあなたが立ちなさい、しっかり。寂しい。やばいぞ。レー叫べー温めてくれー食べよーSchool of Rock。みんなね、まあ、もう、あるやついるかもしんないし、まだなくてこれからってやつもいるかもしんないけど、やっぱりね、何回かはね、この人生において、もうすべてを、もう投げ打って、その勝負に集中しなきゃいけない時がやっぱ何度か俺はあると思っていて、その時のそのなんか腹の座り方とか覚悟の決め方によって、たとえ負けたとしてもそれでね、ちゃんとなんか踏ん切りがつけて次に進むことができるし、だからその時のそのなんか腹の決め方、これがめっちゃ俺は大事だと思っていて、俺も多分今後なんかのタイミングで、例えばこのスクローブロックの中だったりとか自分の私生活の中だったりとか現れるかもしんない時に、ちゃんとこの曲スカイハイ先生俺聴かせてもらって、覚悟決めて勝負挑みたいと思わせて俺はもらいました。スカイハイ先生、僕の校長先生のすげえ熱いそのね、感じで生きてんのに俺が思ってたことは、クラブで聴いてみてすげえチャラい感じなことを思ってしまってた自分が恥ずかしい。いや全然いいじゃんそれは。なんかクラブで爆音で全然いかないです。クラブ全然いかない。いかないね。絶対いかないんだけどクラブで爆音で聴いてみて俺っていうちょっとテンションになっちゃう。曲の感想でいいんだからなんだっていいですよね。なんかちょっとこれ言うとすげえぶった切ることになるから全然大丈夫ですか。ただそのクラブでもしっかりともう全身全霊かけて聴いてくれよそのクラブで。もちろんですよ。横乗りで聴くぜ。横乗りで聴くぜ。爆音で聴いてみてぜ。何乗りだっていいぜ。めっちゃ楽しいぜ絶対。だって横だっていいぜ。京都。はい。今日も楽しくなりそうだね。スカイハイダブルダウン以上。スクールオブロックブルボンがお送りします。東京 FM から全国38局をネットしてお届け、スクールオブロック。全国の軽音部を応援するプロジェクト、軽音ロックス。ユニゾンスクエアガーデン先生に指導を受けた神奈川県逗子開成高校軽音部4ピースバンドクルトンが11月6日の日曜日、東京ビッグサイトで開催された楽器フェアでの軽音ロックスの公開授業に参加した模様がさらに追加でアップされたぞ。校長の遠山です。ロックのスペルは LOCK。 ユニゾン先生も再び登場して一体どんな話をしたのか、当日来れなかった生徒もぜひ読んでみてください。京都の朝です。よし、なんか前向きなお知らせしたらね、少し回復した。よかったよかった、ありがとう。広島県16歳女の子、ラジオネームのっちゃん。のっちゃん大丈夫ですよ。校長に彼女がいないとか気にしないでください。彼女がいないとか全然気にしないでください。彼女がいないとか、すげえなんかゴリ押しだな。なあ、いない。それによってなっちゃん思い出しちゃった俺今。気にしないでください。前向きになるだけです。季節のせいですきっと。こういうのはね、多分ね寒くなってきたし、単純にちょっとその寒さで寂しいとかそういうの思っちゃってるだけなんじゃないですか。ああ、体がってこと、心とかじゃなくてってことなのかな。じゃあもう今日はそんなもうね、俺を含めた座禅組な生徒たちと一緒にこの授業をお届け、寂しすぎてトゥードゥトゥードゥしよう。今日は聞き慣れない感じですけどね。今日はもう今寂しい、はい、まさに今寂しい思いをしてるお前が寂しすぎてついやってしまったこと、これあるでしょみんな経験上。今まで今はなんかあるんですか？ちなみに俺はなんかね、今その喋ってて思い出したんだけど、もうまさに今日だね。今日俺は無意識だったんだけど、今思えば寂しすぎてなのが、初めてなんだけど、秋葉原のメイドカフェ行ってたんですよ。でも俺発信じゃないんだよ。ちょっといろいろお仕事のつながりでちょっと行きましょう校長みたいなこと言われて、否定しなかったでしょその時。もう悪くないですね。行ってまあ1時間ね、1時間で出ないといけないから、出ないといけないからとかじゃないよ。ほんでなんか萌え萌えサイダーみたいなやつ注入してもらってそれなんかあるんですか？萌え萌えサイダー入れた時なんか萌え萌えってこうやってみんなでメイドさんと一緒にこれ校長が思ってる以上に笑ってるぞ。ニヤニヤ笑ってるぞ。1時間のうち3回ぐらいやらせてもらって、やらせてもらってって何、写真も撮らせてもらってやべえ超エンジョイしてるじゃないですか。ポラロイドで撮らせてもらってってことは家にあるってこと。今リュックの中入ってるんで、さっきもさっきなんでこれちょっと後で写真上げさせていただきました。これかな。だからついやってしまったことはね、寂しいからなのか分かんないけどね、寂しいからに決まってるでしょそれ。ちょっと生徒のみんな一緒に傷舐め合っていこうぜ。今日は学校掲示板メールすべてはスクローブロックのウェブサイトから、アドレスは www.tfm.co.jp/ロック。ロックのスペルは LOCK。 ファックスは東京 0332211800 東京 0332211800。 ご主人様お帰りなさいませ。ハマってんなおい。スクールオブロック、スクールオブロック。東京ヘイムから全国38局をネットしてお送り中、スクールオブロック、校長の遠山です。ロックのスペルは LOCK、 京都の下です。おととい東京渋谷ツタヤオーウエストで対バンライブ「ベンサムと未確認」開催したいんだけれども、東京都16歳女の子ラジオネームスペシャルライト、スペシャルライト、おとといベンサム先生だ、昨日ってことだから昨日書き込んでくれていて、ベンサムと未確認行けて、ザ・ランプ・オブ・シュガーの新曲が2曲出てて、また CD 出てほしいと思いました。本当に昨日は、ベンサム先生にも会えて、ヤジコガールにも会えて勇気をもらえたし楽しかったです。遠山校長先生もパネルでいたのでよかったです。まあ俺はちょっとね、いろいろな校長先生ってことで全国の学園祭を回らないといけないっていう謎の仕事があって、まあまあしょうがない、校長先生との仕事ですからね。教頭先生とアリス向かいでだよね、MC は。で俺もパネルで参加させてもらったんだけども、まあ他にもだからたくさん来てくれたわけですよ生徒。でそんなね、まずお前らにねお知らせがある。未確認フェスティバル2016のファイナルステージに出演した全8組のミュージシャンの曲を収録したオムニバスアルバム「未確認フェスティバル2016」12月21日発売決定。はい、めでたい。やったねおい。これね、おとといのライブでもヤジコガール、そしてランプオブシュガーがですね、未確認でやった曲をやってくれて、改めてやってくれている。もう曲が流れた瞬間、あの夏を思い出すわけですよ。やっぱ戻ることできるし、だけども進んでいるし、そうあれをスタジオレコーディングバージョンで聴けるのかと。アレンジもだからもしかしたら変わってんのかもしんないし、気持ちの入り方もね変わってんのかもしんないし、まあ例えばグランプリバンドのヤジコガール、これ一昨日のやつでしょ。どうすかベンサムと未確認の時の。どうすか校長、すげえ重たくなってない？そうなのよ。迫力と図太さと男気みたいな、やっぱまさに上がってて、この3ヶ月ぐらいでこんなことになるわけ。パワーアップしとんのよこれが。でさらに準グランプリバンドのザ・ランプ・オブ・シュガー、一昨日のライブマジで楽しかったでしょ。めっちゃ良かったですよね。いろんなやっぱり音も鳴ったし、いろんな感情にもなったし、すごい思い出すこともあるし、新しいことも感じられるってすごいライブでしたね。ヤジコガールの曲とこのザ・ランプ・オブ・シュガーのこの曲も、そしてさらに全8組の音源を新たにスタジオレコーディングして収録。はい、そして CD は969円プラス税。これこのだから1000円ちょいぐらい。ほんでこれ8組のね、8組の今を知ることができて、さらにこれ未来にもつながるわけだからね。その通りその通り。こんなアーティストね、うん、未確認にいたのっていうアーティストたちになるはずだから。はい、他にもだからアルシア、ソカベ、コナツ、ポストマン、ね、テイクワーズ、ロケットボーイズ、はい、そして審査員特別賞の後世のスタジオレコーディングの音源はもちろん収録されていて、はい、例えばなんか後世とか聞くところによるとね、なんかそのナイスや、ナイスやね、あの歌あんじゃん、はいはい、コーラスアレンジすげえ大胆になってたりとか。マジっすか？すんだって。大胆ってあいつの大胆すごそうですけどね。ずっと大胆だったけどそもそもレコーディング大丈夫だったのかなって話だけどそれちょっと気になるけどね。キャッキャキャッキャね、はしゃぎながらやってくれてたのかね。オムニバスアルバム未確認フェスティバル2016、12月21日全国発売。そしてこのアルバムどこよりも早くタワーレコードのオンラインショップ、タワーレコードオンラインでは予約ができます。さらに明日からはタワーレコードの店頭でも予約可能なのでよろしく。じゃあここでですね、ベンサムと未確認のライブ音源から1曲届けたいと思うんですが、聞きたいよ。こちらの曲本編ラストで、かけてやってくれまして、みんなこの曲をちょっと待ってたって感じもあるし、早く口ずさみたいって思いがもう溢れて、ワクワクドキドキがもうたまらなかったわけね。始まった瞬間とんでもない景色が見えておりました。ベンサムパブリック。ベンサム先生もだし、この日集まってくれた生徒のみんなもそうだし、漏れなく笑顔が浮かぶね。そう、まさに笑顔で。手上がって、ガンガン騒いで、本当にこの瞬間忘れねえぞっていう思いを抱えながら、楽しかったんだろうね、これ。最高でした。よかったね、いけたやつみんなね。本当だね。いや、このだからライブ音源生でね、こう見ることできて、浴びることできてね。いいなぁ。寂しいな。あれ戻ってきちゃったら、あれ帰ってきちゃったら。寂しい。いやいや、そういうつもりでかけたわけじゃないんですよ、これ。ね。その頃俺一人で電車乗ってた。いや、ちょっと待ってください、校長先生。北海道16歳男の子ラジオネーム、先輩の後輩。みんなやめろって。みんな、そんなに校長に彼女がいないことを責めてあげないで。いくらね、彼女がいないからって。彼女がいなくてもいいじゃない。メイド喫茶に逃げてもいいじゃない。クリぼっちでもいいじゃない。クリスマス一人ぼっちね。すごい嬉しいんだけど、俺の側に立ってくれてるようで、割と俺に刺さってるから、その書き込みが。おかしいな。分かってるかな、先輩の後輩。先輩の後輩、そういうつもりじゃないと思いますけど。結構上塗りだから、その結構。俺の傷口が開いてる状態。寒い。今夜の授業は、寂しすぎてトゥードゥー。言い方も変わってきてんじゃん、もう。今日はね、今寂しい思いしてるお前いるんだよ。分かってんだよ。見えてんだから。まあな、そうですね。一人で。いるな、そこにいるな。一人でずっと聞いてくれて今日もありがとうな、お前な。震えてるな、お前な。寂しすぎてついやってしまったこと。はい。これをもう、俺に教えてくれ。校長に聞かせよう。そして寂しい座禅組のみんなに教えてやってくれ。分かち合おう。もしもし！響くような。校長の遠山です。京都梨田です。東京都15歳、宇宙の桜です。8合目とかにいんのかな、山の今ね。ヤッホーみたいなやつ。15歳ってことでも学年で、中3か今。中3です。受験生？か高校も一緒の学校なんですけど。あ、そうか。中高一貫ね。さ、宇宙の桜もやっぱ寂しいわけ。寂しいです。寂しいね。俺もなんだよ。寝れねえんだよ。寝れないんだ。咳止まんねえんだよ、寂しい。いやいや、怖い怖い。寂しいよな。この時期特にな。はい。宇宙の桜何寂しすぎて何デューしてるわけ？そう。楽しくて、習い事の帰りに、イルミネーションが綺麗な道で、昔の彼女を思い出しながら、彼女がいる手で会話しちゃってます。まずい。これはちょっとやばいぞ。これはまずいぞ。これはちょっと待った。京都、この箱を開けて大丈夫か？ちょっと一回閉じます？どうします？でも俺はちょっと共有したいから。じゃあ開けましょう、開けましょう。きっと大丈夫なはずです。イルミネーションってこの時期からもあるか。はい。ああ。もともと彼女がじゃあいたわけ？いました。いつぐらいにいたの、その彼女？1年ぐらい前です。ああ。結構前だな。そうね。最近ではないんだね。そうなんだな。はい。で、イルミネーションに飛び込むわけか、自分から。飛び込む？はい。結構カップルいっぱいいるんですけど。おお。あえて。俺結構そこってさ、もうハイリスクしかない気がすんだけど。むしろ避ける場所だったりしないの？あれ？達郎先生がやってきたよ。やばいやばいやばい、来ちゃう。イルミネーション側から来ちゃってるよ。いや、ここって割とさ、来ちゃったけど。俺らやっぱ座禅組との相性悪すぎじゃん、イルミネーションって。でもあえてここ飛び込む。行きます。でその何彼女がいるてって言った。はいそうです。ここがちょっと怖いんだよね。そうだね彼女がいるつもりでイルミネーションの中に飛び込んでいく。はいそうです。それは1年前に別れた彼女ってこと？はいで、うん、だからまあ2人でだから行くってことだよね。自分の中では傍から見たら1人だけども怖い話これみんなは宇宙の桜しか見えてないけどお前の横には彼女がいるわけじゃん。いますいます。何すんのそのイルミネーションの中で。でも一人二役で会話をちょっと待って、ちょっとやばいよやばいよセルフで VR ゲームやってんじゃんマジかよお金かかんないからね。お金かかんないけどあれ4万いくらとかそうだよねあれね0円にそのちょっと待ってどういう会話をしてんの？そうそれだね、それが大事だよちょっとな。今やります。ちょっと聞かせてもらっていい？わかりますか。お前結構やってんなこれ多分な。すぐ行ける。達郎さん来てもらった方がいいかなこれ。あ、達郎先生もじゃそうだね。ちょっと一回降臨してもらって。達郎さんちょっとお時間あれば。あ、すみません忙しいのにありがとうございます。ちょっとじゃあうちの桜一人二役頼む。寒いね。そうだね。ここのイルミネーション綺麗だね。うん。声色変えないんだ。あのさ。どっち？手繋いでいいかな。うん、いいよ。どういう状況だこれ。手を繋ぐ。手あったかいね。あ、温度も感じてんだな。どうしてんのそれ。手は。こんぐらいです。こんぐらい。やばいちょっと涙出てくる。ちょっとなんだよ。やばいちょっと待ってなんだ。あ、手も握ってるわけね。ちなみにその手握ってる時はどうなってんの手は。自分の手は。自分の手はブラブラ。ブラブラしているイメージの中でってこと？はいそこ自分の手で自分を握ってたりってことではないってことね。まだそこまで重要じゃないです。ただ何かを祈ってるクリスマスと合っちゃうけどちょっとそれはさそのさやばいちょっといろんなスターが来てくれてるけどマム先生ごめんね手握ってる今手握ってるお招きしたってこと手握ってるこれさその以前にあった会話をそこでもう一度再現してるということなの？彼女と半分そうで半分理想です。あれってことはあの1年前から進んでるってことなんだねお前と彼女の間は。じゃあ新しい会話もあったりするんだ。はいこれさ俺はやったことないんだけど寂しすぎてついこれをドゥしたことはないんだけど、はい、何回かあんのこれ？そうですね今年の冬もう4回目。ハイペースだね。まだ冬そんな始まったのかどうかも。これはちょっと年内多分50超える可能性あるけどこれさまあやってる最中はもう最高な気持ちなわけやっぱ。幸せです。そうだよね。そうかそりゃそうじゃんだって彼女とだってデートできてるんだから。これ終わった瞬間というかそのイルミネーション抜けた後っていうのはどういう感覚になるわけ？でも現実突きつけられても悲しさ100倍です。悲しさ100倍めっちゃ自分傷ついてるじゃん。4回やってるってことはその悲しさ体に受けてるわけじゃん。はいそれでもやっぱデートしたいんだ彼女と。そうですね。はあ途中でさあやばいなんかこのなんつうのあの悲しさ100倍やってくるみたいなイルミネーション途中でもみたいな瞬間あったりするわけ？ありますあります。どうすんのそういう時は？そういう時はもういつもよりもなんか会話をヒートアップさせて。それは悪循環なんだって多分。それ悪循環だよ多分。ヒートアップすればするほど悲しさが襲ってくる。盛り上がっちゃうんだもんな会話がなその時彼女とな。盛り上がって。うんそれはしょうがないですよ。盛り上がったら止めることできないじゃん。そうだけど。めっちゃ嬉しそうな顔してんだもん彼女が。そうか。それは。あーでもそうかなるほどね。次はデートいつ行く彼女と？次は4日後ですね。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってくれ。待ち合わせしてんだろ？違う予定入れてんのかもうお前の中で。週1で入れてます。マジか週1で入れてんだね。結構予定入ってんだちゃんとだからスマホとかにも打ってんだろお前待ち合わせの日とかな。そうだよね。やばおい大丈夫か帰ってこれなくなるぞ大丈夫か？大丈夫です。いやーいいわこれ。いいわいいデューナイスズー。これはやべ、校長もそっちが行っちゃうのか。大丈夫ですか校長。うちの近くとかでもやってたりとかするからイルミネーション。校長もやるんですかそれ。ちょっと俺今週日曜日多分空いてるはずだから、ちょっと俺オコリンと行ってくるわ。ちょっと待って待って、やめてやめてやめて、怖い、見たくないそんな姿。やばいって。じゃあお互いデート楽しもうな。やばいよこれ。はい、うん、じゃあね。ありがとうございました。メリークリスマス。嘘でしょ。メリークリスマス。宇宙の桜4日後のデートではね、もしかしたらこのバックナンバー先生の曲ね、片耳ずつイヤホンして聴いたりとか。やばいってやばいってやばい。どういう状態なの。片っぽブラブラしてるだけだよ。だって落ちてますよって言われるだけだよ、知らない人に。幸せだな。いや違う違う、現実を見てちゃんと見てあげて。本当に素敵な光景だよね。帰ってこれなくなるって。バックナンバー先生に謝ろうちょっと。いやね、いやいい、実践したい。みんなもしてるよ。大丈夫かなこれ。解決してる。11時台もね、今寂しい思いをしているお前が寂しすぎてついやってしまったこと教えてほしい。まだ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 待ってんのかな俺。メッセージメッセージ待っております。学校掲示板メールすべてスクールオブロックのウェブサイトから。アドレスは www.tfm.co.jp/ロック。ロックのスペルは LOCK。 ファックスは東京 0332211800 東京 0332211800。この後11ジャストはバトルクイズスクールフォース。よしれてんじゃん。今週は毎日熊本高等専門学校の4人が登場。そして今週は毎日ポケモンとのコラボ問題も出題されるぞ。え